ヒロンです。なるめん通りです。メンバーシップ動画。はい。さっきさ、はい。トライボンの個人ランキング一本取って、はい、その後トライボンの予想ランキングを一本取りました。はい。で今回は、その裏トークというか、はい、表では喋れない、うん、まあここはないよねとか、はい、そういった話をしていきたいと思うので、はい、いつも通り、うん、まあこれ見た方、うん、公開しないでください。はい、いや本当に今回特に相手進展ですから ね, ね、まだメンタルがねふにゃふにゃしてるところだから。あんまここでねなんか、うん、なんていうのなんかさ、うん、そう弱い者いじめみたいになっちゃうのも嫌だしさ。うん、でもこれは表の方でも言ってますけど。うん、今回喋るのが、まあ今年1年の中で、トライの期間の中で、うん、まあありえそうなお店をピックアップしてるから、うん、もう古いにはかけられてる状態なんですよね。そうだね、ある程度ね。うん。古いにはかかってる。だからまあ、ある程度クオリティは、うん、担保されてるというか。うん。うんうん。でも一応さ、まあ部門別は基本もう興味ないんで、うん、総合部門だけの話です。で、総合部門に、はい、入ってきそうなお店のリストを僕毎年作ってて、通り君にも渡してるんですが、はいはい、これね、もう本当ね、メンバーさんののみに、うん、おーすごい。サンプル動画では多分ね、うん、モザイクというか、なんか、ペッパーちゃんか。ああ。ペッパーちゃんで隠すんで、はい、こんな感じでリストをね、作ってます。スクショするなら今ですね。で、これさ、概要欄に書いちゃうと普通の人も見れちゃうの。あ、そうなんですね。そう、はい、なんで、コメント欄なら、うん、メンバーの人しか見れないんで、うん、一応このリスト、まあこれスクショしてもいいですし、うん、一応コメント欄にね、僕まあこれをコピペしておくんで、まあそれ見てもらえればとは思います、うん、はい。でまあこの中からね、いくつかというか話をさしていきたいんですが、うん、はい、まずなんかあるっていうか、うーん、僕さっきね、通りくんが話していった、はい、